レモジュリニュースフラッシュ。現在 CS の時代劇専門チャンネルにて萩原健一さん主演の風の中のあいつが放送されております。こちらのドラマ主題歌はなんと沢田研二さんが担当されているんですね。この沢田研二さんのこの主題歌、実は音源化されていないということで、幻の沢田研二さんの名曲というふうに、ね、なっておりますけども、作詞は安井和美さん、そして作曲は平尾正明先生ということで、ゴールデンコンビのね、いや本当にいい曲でね、ぜひ CD 化というかね、配信化でも何でもいいんでしてほしいと心から願うんですけども、こちらの番組はお昼12時半から1時まで30分間 CS の時代劇専門チャンネルで放送中。明日が最終回になりますので、ご興味ある方ぜひチェックしてみてください。放送内容、番組内容の変更などございましたらご了承ください。